Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは、スパークリンチェリーのチャンネルへようこそ。最近の出来事などを話していきたいと思います。最近は、数日前にジェルネイルをしに行きました。この形はアーモンドネイルで、アーモンド型の爪の形にしてもらって、色はこの薄いピンクのラメがついたジェルネイルにしました。今回はアートとかは しないで、これで46ドル、46ドルプラス3ドルのチップが追加されて49ドルになります。ネイルは月1で通っていて、1月は行ってないので、だいたい2ヶ月ぶりのネイルになります。それで来月はまた行くので、また違う色にしたいと思います。あとは最近はアパートでピザパーティーがあったので、ピザを食べました。それから今週、来週の月曜日に、ブーケの花と、あとスパークリングウォーターを配るらしいので、その様子をまた動画にしたいと思います。最近髪を、髪色をしただけ、バリアージュオンブレみたいな感じにしたので、ここら辺に写真を貼っておきます。これはだいぶ前に買ったマーチウェイというキャンプグッズの、椅子なんですけど、最近組み立てて使ってます。明日またマーチ、ヘロフレッシュのボックスがまた届くので、材料などを見せたいと思います。それから明日、今日が2月22日なので、あと2日で私が25歳 10ヶ月になるので、またちょこっとしたプチプレゼントを私自分用に買いたいと思います。それで3月24日にまた何か私のために何か買って、4月24日が私の26歳の誕生日。20代もう後半に突入していって26になる年なので、まあ楽しみです。日本では就職活動などをして、どっかの会社で正社員になりたいと思っています。テキサス州に住んでもう1年ちょっと経つんですけど、まあ、結構住みやすい場所だなって感じております。日本食の量も多くて、日本のスーパーマーケットも家から車で15分ぐらいのところにあるので、とっても便利で、また次回お出かけした時は動画を撮りたいと思います。誕生日の日には風船と花束を買うので、その様子も撮りたいです。
とは多分個室の日本食レストランを予約するので、その様子もまた見せたいと思います。あと日本食レストランには2、3回も動画、2回ぐらい動画撮っていているので、ここら辺に URL リンクを載せておきますので、クリックして見てください。最近買った入浴剤でお気に入りの入浴剤があるのでお見せしたいと思います。こちらのピュアネーチャーラックススパバスボムで6個入っています。 Amazon で購入しました。中身はこんな感じになっています。ベリーみたい。この子全然可愛くない。So the Texas videos are gonna be coming until the end of May, and after that I'm gonna move to Japan. So there's gonna be a little bit of like a travel video coming up, starting about not travel but like, you know, airport scenery and all that in June.So, stay tuned. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll talk to you guys next video. Bye.